実質今 MMT をやってるわけですよある意味で MMT そのものいやいやそれでどんどんお金をいくらでも出すことはできるわけですよね、はい、でもお金が調達できなくなった時金利が上がった時買い支えができなくなった時、うん、まあ買い支えてる限りはいいんですけれどもそれがどこで起きるかというと僕為替で起きると思うんです。